吉田智、発見動画チャンネルの吉田智です。日大同士の戦い、夏の甲子園西東京大会、この準決勝デッドボールです。では4番バッター、デッドボール押し出しで同点となりました。ツーアウトながらベースでしたが、ちょうどよくこのボールが来ました。背中に当たりました。本体なら痛がるところですが、力強く右手を上げながら一塁に向かいました。押し出して同点になりました。さらにフルベースで日大三高攻撃が続きます。6番バッターに向かいます。旬この息を潜めて日大三高陣この見ておりましたが、この本人の痛さも含めまして、この喜びの中で今同点としたところです。応援席です。こちらは吉田智の発見動画チャンネルです。今日は神宮球場にやってきました。取りました。8回裏、ただし同点に追いつきました日大三高です。非常に緊迫した戦いの中で、これから9回の両陣営の攻撃を迎えます。吉田智、剣道がチャンネルの吉田智。